ゼウスが融合世界を生み出す前のこと、ラグナロクを生き抜いたオーディンは全世界を力で支配し、滅びを免れようと画策していた。地母神ガイアはその不穏な気配をいち早く察知する。そんな折、彼女のもとにアースガルズのロキが現れ、オーディンがオリンポス侵攻を企んでいることを告げた。事態を重く見たガイアはペルセウスを呼び出し、ロキと共に調査に当たらせることにした。この出会いが二人の運命を決定づけることになるとも知らずに。ペルセウス、紹介するわ。この子はロキ、アースガルズの神よ。アースガルズ？なぜかの地の神がここに？ロキはね、アースガルズの者たちに不穏な動きがあることをわざわざ知らせに来てくれたのよ。オリュンポスを狙う怪しい者たちの気配、このところ私自身も感じていたの。だからあなたと一緒に調査してみるつもりだったんだけど、そこへちょうどロキも現れたというわけなのよ。ですが、だからといって簡単に彼を信じていいのですか？彼とて不穏な企みに加担している可能性もある。そう疑われるのも無理はない。ならばこれを受け取ってくれないか？何かしら。私の神器、ミストルテインから分かたれた枝だ。形もその力も元となった私の神器と全く同じだよ。私を信用できなくなったらそれを折るといい。そうすれば元のミストルテインも枯れ果て、結果私の力を削ぐことができる。信用の証として力の源となる神器を預けるってことね。じゃあペルセウス、これはあなたが持つのよ。私が？ですがガイア様、あなたまだロキを信じられないんでしょ？だからあなたが持っていて、もし怪しいと思ったらいつでもポキッとやっちゃいなさい。それになんとなくだけど、あなたたちとても気が合いそうな気がするの。お揃いの神器で戦って親睦を深めるといいわ。ガイア様アースガルズの神器を手にするのは怖いのか？オリュンポスの英雄も存外育児がないね。その力の底も知れるというものだよ。なんだって？やめなさい二人とも。相手のことをよく知らないうちからいがみ合っていてはダメよ。それじゃ早速調査に向かいましょう。怪しい気配の正体を早く明らかにしないとね。それじゃ調査を始めるわよ。ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで出てくるんだ。なぜ分かった？こうなりゃ逃げるしかない。まさか彼らはアースガルズの？取り逃がすわけにはいかないな。ここでやられちまうなんて。
使命を全うできぬとは、口惜しい限りよ。あの方にお伝えせねばならぬのに。あなたたちやるじゃない。出会ったばかりなのに息がぴったりね。オリンポスを探る日程か。彼らは一体何者なのでしょう。それに何を調べていたのかも気になるわね。ロキ、何か心当たりはないの？さあ、今の時点では何とも言えないな。北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配。私の神器を初見でそこまで使いこなせるとはね。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。およびて怪物だと。なぜこんなところに。この怪物にオーディンの差し金なのか。状況は予想していたよりも深刻なようだな。ロキ、君は勇気があるんだな。怪物相手にひるみもしないなんて。私にはやるべきことがある。だからひるんでなどいられないんだ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。さっきの日程、それに怪物オリンピス、何が起きようとしているんだ。かつてない恐ろしいことだ。私の予想が当たっているのだが、ひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かう。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。それじゃ集まった情報を整理してみましょう。まずは、ちょっと待って。西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。まさかまた怪物が。私が向かいましょう。A8 これにあり。減るのは私の本意ではないか。やはり門が閉ざされているか。さて、ここを開ける手立ては。ロキ、南に怪しい気配を2つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。ロキじゃないか。ちょうどいい。手伝ってくれ。アラナウ、オリンポスの塩を捕虜にしようとしているんだ。悪いな。打ち渡した。彼を君たちの手に渡すわけにはいかない。ついてきてくれ。はい。ほら、これでいいよ。ロキめ、寝返りおったか。仲間と思って油断したが、次こそは。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。
どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。まさかあのお方を裏切るとは。このままで済むと思うな。二人を追わなければ私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すことだが、ヘルセウスを放っておくわけにはいかない。何があろうと諦めるわけにはいかない。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。さあ遊ぼう。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうね。踊り続けて行こう。英雄の名にかけて譲れないものがある。やっ、ロキ来てくれたのか。すまない、迷惑をかけてしまったな。いや、みんな気にしなくて。むしろ詫びねばならない。私の方から撃ち落とした。君を罠にかけてアースガルズの書、オーディンの手の峰だということが分かると思う。アースガルズ、オーディンがオリュンパスを狙っているというあなたの話はどうやら本当みたいだ。これで信じられるわ。あなたの決意が本物だということも。そうだ、私には望みがある。それを果たすためどんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望みか。君は強い覚悟を胸にここへ来たのだ。そしてそんな中で私を見捨てず助けてくれた。私はあの二人を追わなければこの裏切りは伝えられるわけにはいかない。待ってくれロキ、共に行こう。私たちは仲間なのだから。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。行こう。 A8 これにあり。 A8 これにあり。ロキ、まさか貴様に邪魔されようとはな。オーディン様が知ったら何と言われるか。覚悟しろロキ、裏切り者は怪物の餌食にしてくれる。ヘルセウス、私がおとりになって怪物を引きつけ、その隙に君はあの二人を倒してくれ。歴史終わる。しかしそれでは君が危険すぎる。私は君を信じるだけだ。だが君も信じてくれないか。仲間なんだ。踊り勝った気でいるがいい。いずれ世界は飲み込まれる。行こう。アースガルズの書は片付いた。ロキ、今そっちへ行く。譲れないものがある。彼らが残した不吉な言葉の意味、気になるな。怪しい気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらうわよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよ。
ロキ、君はこれからどうするつもりなんだ。ひとまずアースガルズに戻る。何食わぬ顔でね。そして念入りに準備を整えるよ。すべては大切なものを奪った男を滅ぼすためだ。この先どんな犠牲を払おうとも必ず成し遂げてみせる。たった一人でか？え？私たちは仲間なんだろ？だったら君の望みを叶える手助けを私にもさせてくれないか？ペルセウス、このミストルテインにかけて誓うよ。ロキ、君のためなら私は喜んで力を尽くす。たとえどんなことにでもね。うまく運ぶ。これは執着。